モテキャスクレル荒野です。こんにちは皆さん。カップルが毎月必ずすべき3つのことっていうのをお伝えしていきます。まずね、1個目が、翌月何をするかっていう計画を2人で立てるっていうコミュニケーションなんですよ。未来の楽しみみたいなのがなかったら、あの人と付き合ってるけど、楽しみが少ないなみたいな感覚になっちゃうんですよね。マンネリ化していくというか、同じ日々が繰り返されていくっていう感覚になっちゃうんでね、常に来月どこどこ行こうよ、月単位のデートみたいなのを計画しているっていう状態にすると、マンネリ化が起きないんですよ。ということでね、1個目、これめちゃくちゃ大事なんですよ、本当にね。2つ目、お出かけした時とか、なんでもない日常のね、2人でタピオカ飲んでます、アイスクリーム食べに来ましたとか、そういう時に一緒に写真を撮る習慣をねつけてほしいんですよ。2人で一緒にね自撮りして写真を撮って LINE にね2人の共有のね2人の思い出アルバムみたいなのを作ってどんどんそこに通過していくんですよ。そうするとこの人違うかなと思ったり、気が落ち込んだ時とかにね、この時楽しかったなっていう風に思えたら、この人違うなっていう感覚になりにくいんですよ。だからこそ恋愛感情っていうのを維持しやすくなってくるんですよね。そして3つ目、1ヶ月経ちました。今月もねこういうことしてくれたね、いっぱいありがとう、感謝してるよ、ポロッと一言感謝を伝えるんですよ。これだけでね、2人の関係はめちゃめちゃ良好になるんですよ。特にこれね、女子がされたらめちゃくちゃ嬉しい。日頃からね、女子っていうのは言葉にせずに男性に対していろんなことをしてくれたりしてるんですよね。支えてくれたりとか。男子はね、自分がこういうことしてあげたんだから、どやみたいな顔をしちゃったりする人が多いんでね、女子にちゃんと伝わるんですけど、女子が男子にやってくれてることっていうのは、男の子側が鈍感な人が多いっていうのもあって、なかなか気づかなかったりするんですよ。ちゃんとそれ気づいてますよっていう風に女子に伝えてあげて、その上でね、感謝をするっていうのをちゃんと毎月習慣にしていってもらえれば、2人の関係っていうのはめちゃくちゃ長く続くんですよ。まあ、そうするとね、せっかく頑張ってねいろんなテクニックを身につけて彼氏彼女を作りましたってなった、その後の世界、これをずーっと続けてたら結婚までスムーズに進んでいくと思うんですよね。感謝することが本当になくなった、だったらさすがに別れた方がいいっていう関係だったりするんでね、常にどこか行く予定があるっていう計画が立っている状態で一緒にいて、常に楽しみがある、自分が陰で支えてあげたことに対してちゃんと言葉にして感謝してくれる、2人のねいつでも振り返れるようないい思い出の写真アルバムがあるっていう状態をね作り出すとね、めちゃくちゃ2人の関係ってね良くなるんですよ。マンネリ解消のテクニックですよね。他にもいろんなテクニックあるんですけども、まずはこれをやってもらいたいっていうテクニックですね。ということで皆さん、このテクニックを使って大好きな彼氏彼女とね別れないように、常に楽しみを持った状態で恋愛を楽しんでもらいたいなということで、明日もお会いしましょう。マディです。